皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。あ、ちょっとカメラがちょっとすいません。こんな感じ。はい、一緒に勉強しましょう。このポジションでいいかな。このビデオは第8課、中級第8課の13番目のビデオ、文法の1番の1とね、名詞の間と、それからている間、名詞のここにのがあるね。名詞の、ごめんなさい、の入れてね。名詞の間、例えば旅行の間みたいなね。で、間はもう皆さんよく知っているよね。英語の while、 like during ね、 during something、 そうね、何々している時、そうだね、時と大体同じです。これね、時でも時と間の違うのは、その時というのはその瞬間、モーメントにフォーカスしているけど、間というのはなんかイメージこんな感じ。 A 間 B でね、 A の間に B のことをしています。なので A と B でね、こうね、2つ同時に at the same time ね、同時ね、で一緒にこう何かする感じです。例えば私は今ビデオを撮っていますよね。クラスのビデオを撮っています。で、私はこれ、あ、これはね、今日ね土曜日なんですね。ビデオを撮ってるので、土曜日だからもう夕方で授業が終わったので、ちょっとリラックスしたいから、これアルコール、あ、 4.5% 入ってる。皆さんこれ飲んだことありますか？スイカ味、ウォーターメロン味、結構美味しいです。おすすめです。で、私はビデオを撮っている間、このサマスティーでね、この飲み物を飲んでいますよね。とビデオを撮っている間、ビデオを撮りますで、これ飲みます、同時にだよね、 keep on going ね。こんな時に間を使います。で、明日の、あ、ちなみに教科書は大ガテヤプンユダジャダルユ、みんなの日本語の中級の2、台湾バージョンでは教科書は44ページですが、でこれね、こっちが間で、こちらが間2です。2がある時と2がない時では全然違いますから気をつけてください。じゃあまず教科書読みますね。子供が眠っている間、私はビデオを見ていた。そう、子供が眠っている A ね。で、私はビデオを見ている、だ、ね、同時にだよね、一緒に始まってずっと続いています。どちらも続くのね。次いきます。夏休みの間、どこへも行かなかった。これ A が夏休みだね。夏休みの間、これ B はずっとどこも行きません、ね、次です。練習例、彼女が喋る、話しますよね。で、彼はずっと黙る。彼女が喋っている間、彼はずっと黙っていた。何も話しませんでした。1番、電車に乗る、ずっと音楽を聴く。電車に乗っている間、ずっと音楽を聴いていた。男の人が買い物をする。犬はおとなしく静かにいるね。犬はおとなしく待つ。男の人が買い物をしている間、犬はおとなしく待っていました。授業、彼はノートを取らない。授業の間、彼はノートを取りませんですね。でね、私の例もちょっと見てください。旅行の間です。これ A が旅行ね、旅行しています。例えば3日間とか1週間とか。で、毎日彼と電話、もう毎日これね、これずっとなんかこう続けてね、何回もかな、毎日彼と電話しました。あと働いている間、ここに仕事をしますよね。会社で働いている間、タバコが吸えません、吸うことができません、まあね、最近の会社はね、もうタバコが吸えませんよね。いいよね。私もタバコはあまり好きじゃないというか、全然好きじゃないから、なんかオフィスが禁煙ですごく嬉しいです。あと今度ね、これは名詞、勉強の間だね。こうね、うちでこう勉強している間にだね。勉強の間、大抵は何でしたっけ？そう、大体いつもだよね。Most of the time、大抵音楽を聴いていますね。それから食事している間、いろいろなことを話しました。例えばなんかデートの時とか、家族の食事でね、みんなでご飯を食べている時にいろいろな話をしました。あと大学に通っている間、これ大学に通うというのは1回行くよね。行きますは1回だけ、でも通うはコミュートで何回も行きます。
なんか通うの動詞を使う場所どこがありましたっけ。そう、例えば病院だよね。これはあの1回じゃなくて、なんか何か例えば心臓の病気とかがん、キャンサーとかで、あの例えば1ヶ月に1回とか半年に1回とか repeatedly だよね。何回も何回も病院へ行くとき、病院に通うと言います。あと教会、例えばあのお寺とか教会とかね、あのテンポとかチャーチね、これは毎週日曜日とかね、毎月とかね、あの通います。あと他には、うん、そうですね、まあ、学校もそうだよね、学校や会社に通います。あとは通うね、あの時々恋人のうちに、彼のうちに通うとか、彼女のうちに通うとかもできます。通いますね。大学に通っている間、40カ国くらいを旅した。旅しましたは旅行しましたという意味ですね。なので、私、これ私の例ですね。私はあのバックパッカーですから、あの大学に通っている間、ちゃんと通っていたのかな大学の授業もたくさん休んで、アルバイトをたくさんして、お金を作って、でいろいろな国を、ね、旅行していました。で40カ国ぐらい、国は1カ国、2カ国、3カ国、例えばあの1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って言いますよね。何ヶ月、同じようにカ国と数えます。で40、あ、読み方書こうか、カ国ね、国じゃないです、国、ケイですね。40カ国くらいを旅した。これさ、あのちょっとオフタトピックだけど、このオね、このオはの公園を散歩する、空を飛ぶとか、あの道を歩くとか、橋を渡るとか、こう行ったり来たり、こうトラベリングアラウンドね、あのする進むって感じ、プロシードの意味の場所をでね、なので旅するとか旅行するもを使います。日本を旅行するかね。なので40カ国くらいを旅した。それから次は、香港にいる間毎日働いているんですね。私はあの結構1年くらい前に日曜日休もうと思ったんだけど、結局日曜日の朝も授業を入れてしまったので、あ、ね、なんかね、私は毎日働いた方がなんかいいみたいですね。だからあの土曜日や日曜日に生徒の皆さんが私のうちに、ね、授業に来てくれるのは私はとても嬉しいです。皆さんぜひ、ね、来てください。あの朝でも昼でも夜でもいつでも、ね、あの日本語のクラスやっています。で、ね、私は香港にいる間毎日働いています。私のなんかライフスタイルは、香港にいるときはたくさん日本語の授業をして、でそれであの旅行するときはなるべくゆっくりでね、ゆっくりリラックスの感じ、ゆっくり旅行して、その間はなるべく休むように。でも今オンラインができるからね、なんかオンラインで授業しても楽しいかなと思いますけど。そうですね。でね、今日のビデオはまあ簡単でここだけですね。で次のあのビデオはですね、こっち間にですね、こちらをやります。間と間には結構違いますから、あのすごく似ているんですけれど気をつけてください。なので明日の説明ぜひ見てみてくださいね。じゃあここまで見てくれて、今日すごい短い、8分半ですけど、すごく早いんですけど、あのよかったらあのライクしてくれると嬉しいです。でまた明日一緒に勉強しましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。お疲れ様。バイバイ。